八十対三十一っていう大差。ポン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 とぎゃん。まあその意味もね、まあ今日はあの国民民主党のね、まあ代表選挙っていうのがあってですね、まあこれでその。 えー、玉木さんね、今の代表でもある玉木さんがですね、まあ再選、えー、されたということでですね、まあこの、えー、中継っていうのを YouTube の方でね、国民民主党が、あの、中継してあのやってくれてたんでですね、まあそれをまあ見てたと。で、まあこれ、まあ事前にもですね、やっぱその、まあ玉木さんが、まあ、優勢でね、 え前原さんがね、まあ、今回、の対立候補として出てるんですけども、まあ、圧倒的にこう玉木さんが、えー、獲得ポイントというかね、ね、まあ、票を取って、ですね、まあ、勝つだろうなっていうのはまあ予測されてたと、うん、ただ僕が僕がっていうか、僕もそうやし、まあ、気になっている人たちていうのは、ね、やっぱりその前原さんがどれだけの票を取るのかっていうね。どれだ 負けるのは負けるかもしれませんけども、もどれだけ票を取るのか、どれだけ取れないのかっていうところに、やっぱり僕はまあ注目やったんちゃうのかなっていうね、っていうのは思って、まあそういう意味でも、あの前原さんがどれだけ票を取れるのかっていうのを、まあ、見てたんですけども、まあ、総合的に言えばですね玉木さんが 80, 80ポイント、前原さんが31ポイントで、まあ、あ 圧的大差で玉木さんが勝ったと。まあ、これ、前原さんがまあ大差で敗北。まあ、これ、惨敗したと言っていいんじゃないのかなっていうね。えー、まあこれ、細かくあの見てね、興味深かったのが、その郵便ネット投票っていうね、あのあの会場ではですね、国会議員と予定候補のあの、 投票っていうのはわ行われたんですけども、まあ、その前に国民民主党の党員サポーターと、あと国民民主党代表選地方自治体議員の、えー、 この郵便によるですね投票、郵便とネット投票の結果というのは出てたんですけども、これ、党員サポーター票による獲得ポイントでも、ですね玉木さんが23ポイント、で前原誠司さんが5ポイントとで、これ、地方自治体議員投票による獲得ポイントっていうのも、ですね、えー、玉木雄一郎さんが23ポイント、前原さんが5ポイントっていうね、もう本当、圧倒的にも玉木さんだと。 でまあ、総合でも、総合でですね、えー、玉木さんが、えー、国会議員と予定候補ですかね、まあ、とこでも34ポイント、えー、で前原さんが、えー、21ポイントなんですかね、国会と予定候補、ね、で,で、足して玉木さんが80、で前原さんが31っていうね、まあ、51ポイント差っていう圧倒的。 大差でですね、玉木さんが前原さんに勝ったということで、まあ、これも当然ね、僕はこのなんていうんですかね、負け方っていうのが、やっぱりしこりが残るね、僕は負け方になったんじゃないのかなっていうね、で、まあ実際というか、実際というかね、このこの玉木さんが勝った後の。 あのインタビューというか、インタビューと記者会見とかですねで、あと玉木さんが買ったっていう、後の、再選した後の玉木さん自身のスピーチっていうのも、まあ、興味深く聞いてたんですけども。 玉木さんは前原さんについても一言も、あの、触れないというかね、で、幹事長は今まで通りシンバさんっていうんですかね、えを、ー、シンバ和也さんだと思うんですけど、シンバさんを続投させると。で、それ以外の人事についてはですね、まあ、一切語らずじまい、 だったったていうね前原さんのことについては一切触れなかったっていうのが、まあ、すごくね僕は興味深いっていうか、ですねでその後の記者会見でも、です執、ねまあ、必要にねやっぱもう僕と同じようにあの、ま、マスコミのね記者さんなんかやっぱ前原さんを。 どういうふうにするのかと、まあ、代表選でね、今まで代表代行だったみたいですけど、国民主の役でね、前原さんっていうのは、でも前原さんは、まあ、代表選に出て負けたんですけど、前原さんの処遇っていうのをどうするのかっていうのを、まあ、玉木さんに何も,聞いてるんです何も聞いてるんですよね、それでもです、ね、前原さんについてはです、ね、いや、まあ、全然決めてないですみたいなね。 なすごいもうね、なまあ冷たい対応というか、前原さん一緒に戦ったからね、なんかこう、えー、副代表とかですね、まあ、あるいはいろんなねだ、今まで通り代表代行とかですね、まあ、そういうことをもう一切触れないっていうところが、やっぱり僕は、 まあかなりやっぱその玉木さんと前原さんの関係というのもよ、ねまあ、くないのかなとうう思いながら見てたんですけどね、うんいやまあ,あんまりよくない、誰が見てもね、いやこれはなんか、すごく溝があるなというふうにあ、あのー、見た方は思いますし、でやっぱり今回、ね、その代表選の投票が行われる前の演説でもです、ね、玉木さんは,、えー維,新とはですね、維新とかあの立憲民主党 ととかとはですねまあ、選挙協力みたいな、しないみたいなね。それはやっぱり一本かってなったら、ですね玉木さんが言うには、えー、選挙区で一本かってなったら、ですね国民民主党が譲らなあかんから、ですねそれだと国民主党が、えー、自力がつかないとまあ、いうことでね。だからまあその 協力はしないとで今の政権とはね、やっぱその、まあ、協力してる、自公政権とは協力してるとこもあったりとかして、まあ、手柄は取られるかもしれないけども、あのなんか協力したいみたいなね、なんかそういうことを言ってはりましたよ、ただでも、玉木さんが入閣とか、その岸田内閣に、ね、入閣するとか、まあ、そういうことについてはないだろうというふうにあの言ってはりましたけどもね。 で、一方の前原さんっていうのはですね、やっぱその、まあ野党との選挙協力、で、政権を取るために、あの、なんていうんですか、一緒に他,他の野党とも戦わなあかんみたいなことをすごくね、熱っぽく語ってはりましたね、なんかそういう感じのことをね。まあそういうことから言っても、かなりやっぱ考え方に開きがあるというかですね、まあ、これはやっぱりその、 で、しかも結果がですね、やっぱりその80対、えー、80、えー、1対、えー、80対31ですかね、51ポイント差ですから、ここはもう、 前原さんとしてもね、なんかやっぱ投票が終わったとき、なんかこう、まあ、ちょっと引きつってたような感じにもう見えましたね。まあそう見えただけかもしれませんけども、まあ事前にはある程度、票用みたいなはできてたと思うんですけど、だから前原さんっていうのはね、その国民票の中で、前原、前原さんを応援してはる方っていうのはそんなにいないみたいですよね。あの 何ですかあの、えー、元滋賀県知事のね、あの、加だ幸子さんとか、あと、前原さんの秘書かなんかやってたんですかねなんか、側近と言っていいような、えぇ、ー、斎藤アレックスさんとか、まあ、そういう方は、あの、前原さんをね、なんか応援してたんじゃないのかなと思うんですけども、ただ、国会議員の票でも、えー、前原さんは、えー 7票しか取ってないと。この内訳っていうのはよう分かりませんけども、前原さんと、えー、加田さんと、斉藤アレックスさんと、あと、まあ、残る4人はね、誰なのか分かりませんけども、まあ、この国会議員の、まあ、票でもですね、やっぱダブルスコア、国会議員が14、えー、玉木さんが14で、前原さんが7ということで、まあ、ダブルスコアついてると。だからもう、前原さんはね、本当なんか、 これで、この結果を受けて、あの離党して維新に行っても全くおかしくないかなっていうね、何か引き連れれるのかどうかって分かりませんけども、まあ、前,原前原派みたいなね、あの前原グループみたいな方っていうのは国民省にはほとんどいないみたいなんでね、イ、まあ、藤アレックスさんとかね、まあ、加賀さんもそうでなんでしょうけども、まあ、いわゆるあの純粋な、 あの両運会っていうんですかね、なんか前原グループの方っていうのは、国民主がいないっていうかね、どっちかと,と立憲民主の方になんかいるとかっていうことをなんか見たんですけども、まあ、そういう意味でもね、まあ、ちょっと前原さんとしては、この結果を受けてね、どういうふうにするのかなっていうね、ま維、あ、新に。 まあ、行く、ねまあ、理由っていうのもあのできたでしょうしね、これを受けてね、玉木さんとの考え方というのは明確に違うということも、これではっきりして、ですね国民省の,その代表選でもですねはっきりしたと。まあ、ということで、考え方が違うから、医、ま、師、あ、に行くとかですね、まあ、そういう、まあ、いい理由ができたんじゃないのかなっていうのも、まあ、今後、医師に行くかどうか分かりませんけどもね。 まあいう意味でも、まあ、あのーまあ、はっきりしたかなと。ただ、前原さんというのはやっぱり京都で圧倒的に強いんでね、まあ、そういう意味でもね、やっぱり京都市長選っていうのが、あのー、来年行われるんですか来年2月ぐらいだったと思うんですけど、えーまあ、今回はね京都市長の角川さんという方が、まあ、今まで自公が、あのー、推薦式で応援してきた方がですね、まあ、退任すると。 まあいうことで、ですね維新は京都市長選に候補者を立てるというふうに吉村さんね吉村さんも共同代表だったと思うで維新のね、まあ、言ったりとかして、まあ、事項もこれから、ね、決めるんだろうなって思うんですけども、まあ、本当にねこの僕は京都市長選の動きというのは、この前原さんがねこう今後の動きっていうのが。 あの、それによって気になるかなと。で、前原さんは京都新聞に書いてたんですけども、まあ、これ記者の質問から何かに答えたみたいなんですけど、京都市長選にはですね、100%出ませんというふうに言ったみたいですね。うん、まあ、出ないっていうことは、まあ、そういう質問されたんだろうなと出る、出るんですかっていうね。で、出ないと。 っていうねまあ、維新なんかね、誰を立てんのかなっていうのは、僕はすごく気になるんですけども、まあ、なんかう噂によれば、大阪のね、なんか観光局の人が出るんちゃうかみたいなの見ましたけど、いや、どうなんかなっていうね、もう僕はそ,そこははっきり分かりませんけども。 まあ、あとね、あの、え前回も出はったですね、共産党と令和がねえ、推薦というか応援してたと思うんですけど、まあ、福山和人さんがですねえ、昨日ツイッターの方でですね、あの、出ますということを、あの、まあ、正式にとか、ご自身のツイッターに書いてたりとかしてね、これ4年前僕とね、アルトさんがえ、福山さんにね、あの、インタビューというかお話聞いたっていうのもあるんでね、あの、 また気になったら聞いてほしいんですけれども、まあ、そういう意味でもね、もう京都市長選に僕は、 あの今回の国民民主党の代表選で前原さんが負けて、ですね前原さんがどうするかで、まあ、京都市長選への影響が気になるなっていうね、自、ま、公、あ、が今のところ、まだ誰立てるのか分からへんと、でまあ、維新も立てると言っていると、ね、福山和人さんも、まあ、出ると正式に昨日ツイッターで書かれたと、9月8日になんか、えー、キックオフミーティングはなんかやるんですかね、なんかあのちょっと忘れましたけど、まあ、すごいミーティングみたいなのやると。 いいうう意味でもでもすすねね、まあ、ごく注目かなっていう、ね、だからね、まあ、前回福山さん、ね、頑張ってほしいな思ってたんですけども、も、まあ、結構大差5万票ぐらいの大差つけられて負けたんですよね、まあ、ただえ、次、また維新が立てて、ですね自公の候補が立てるということになったら、ですねこれはね、まあ、福山さんにも僕はチャンスは十分あるんちゃうのかなと。まあ、維新 とね、あの前原さんが応援する候補の方っていうのも、まあ、そこそこ取るでしょうけども、自、え、公、ー、の候補も取って、ですね、まあ、票が3分裂すると、うんまあ、そうなるとね、僕は福山さんに可能性あると思うんでね、まあ、そういう意味でも、あの今日の国民民主党の代表選っていうのは、興味深くね、あの見てましたけどもねチャンネル登録よろしくね。